どうも。どうも。はい、今回ですね、はい、詐欺師が詐欺師を潰す。詐欺師が詐欺師を潰す企画で。詐欺師ですかね。詐欺ですよね。まあ、今回ですね、福岡まで来まして、はい、ありがとうございます。はい、もう福岡に来た理由っていうのが、はい、まあ、最初美味しいものを食べに来た。いや、最初、そのまあ今ね、はい、検証をやってるわけなんですけど、はい、仮面さんの。吉谷さん、1日で絶対負けないですよと。絶対負けないブックメーカー投資みたいな。言いましたね。確かに言いました。確かに言いました。絶対に負けないブックメ、はい、絶対負けないですと、はい。1日でマイナス絶対出せません。あれ、最初ほぼって言ってませんでしたっけ。いや、だ絶対負けない。いや、1日でマイナス出ることはないですと。ないって言ってましたね。1日でマイナスに出ることはまずないですと。はい、言いましたね。はい。はい、で、なんと。はい、でまあ、じゃあ分かりました、はい、提携を結んで、はい、じゃあ負けたら、はい、1日マイナス収支出したら、はい、奢ってくれると。よく覚えてますよね。記憶力いいですよね。そうで、まあ、今回ですね、はい、この検証動画の 100回目で。そうそうそう、100回目でしたね。たまたま100回目で、負けて、そうですね、来たみたいな。はい、ということで今回ですね、はい、接待を受けております。はい、接待させていただいてます。もうすでに僕は一本こうもうだいぶ酔っ払ってますけど、だいぶ来てますよね。だいぶもうこれでだいぶ、はい、今もう締めです。締めでさらになんかいるっていう怪しいのが黒子が一番いいよね、なんかね。立場的にということで、まあ、今回、はい、はい、この何でしょう、なんで負けたのか。ほう、まあ、今も、まあ、まあ毎日勝ってますけど。そうですね、はい、もちろん。なんであの日だけ一回負けたのか。まあですね、はい、まあぶっちゃけ言うとですね、ぶっちゃけ言うと、はい、その8ベット以上はしないっていう僕の勝手なルールを決めたじゃないですか、はい、決めたんですね、はい、じゃないとその勝ち続けれるんですよ、はい。もうね、顔が嘘くさって顔してるんですけど、いや、あと4ベットあったらそれ勝てるんですよ、はいはい、で、あえて8ベットでも自分にこう律したっていうんですかね、はい、苦しいなこれ。いや、あと4ベットやればいいじゃないですか。じゃあ、なぜ4ベットやらなかったんですか。だって負けない言ってたわけじゃないですか。でも負けないブックメーカー投資ですよね。そうめっちゃ詰められてる。なんでじゃあ4ベットやらなかったんですか。やったら、その、なんていうかな、このじゃあいつまででもできるじゃないかって話じゃない。いや、いつまででも見せてください、夢を。夢をいつ。すいません。じゃあ結論、ごめんなさい、言い訳です。あれはあの日は、あの日は忘れもしない、忘れもしない、はい、その雨がすごかったんですよ。雨がすごかった。そうだから全豪オープンの予選で、はいはい、ものすごい雨が多かったんですよ、はい、で僕のベッドしてるの も当然雨になって、はい、で雨になったら、はい、あれはその中断するんですね、はいはい、だからベッドした額もずっと中断したまんまなんですよ、はい、だからそれがどう次、まあ、当然その再開はするんでしょうけど、うん、それが1時間なのか2時間後なのか分かんないですね、うんうんうん、でそのままチューブラリンのまんまなんですよ、うんうんうん、まあ、それでちょっと嫌だなっていうのがあって、でもう一個がまたベッドしたやつが選手が怪我をしたりとか。もうね、あの日はもう忘れもしない、本当にそういうのがいっぱいありました。あ、じゃあそういうのが重なって予測できない、正直言って、嫌な感じでしたね、うん、っていう言い訳ですか。違う本来ならば多分、はいはい、まあ、ベッドしなくてもいいかなっていう日ではあったんですね、はい、うん、あ、じゃあ無理やりベッドした。でも俺も皆さんのためにやっぱりね、はいはいはい、1日も休むわけにいかないじゃないかと。まあ1日も休まず今ちょっとやってますからね。そうで、ほら12月はシーズンオフっていうのはちゃんと、まあまあ、はい、ね、きちんとした理由があったわけ。そう、黒子さんとね、動画コンテンツね、それもです。あれも厳しかったよね。何を言おうかよ、ね、あれも毎回動画コンテンツ送っていただいて、まあ、まあまあ、でもあんな日は本当なかったですね、はい、あ、じゃあ本当に正直言って、じゃあ、たまたま、うん、たまたまですかね。もちろんですよ。たまたま。たまですよ。たまたま。負けないんですから。負けない含めが負けないんだけど、そういう日もあるよっていう。負けず負けてると。1年に1回ぐらいはあるんじゃないのっていうところですよね。負けない含めが通したけど、そう、まあ、たまには負けるよと。たまには、そう、人間らしいところ見せなきゃいけないかなという。あれね、僕ね、ちょうど100回目だったんで、そうですね、ちょうど100回目だったんで、はい、こう狙ってきたんじゃないかなって。狙わないですよ。これ絶対狙ってきたんだろうと。だって負けるよりは勝ち続けた方が。じゃあ一回、これ勝ちすぎると怪しまれるんで、うん、
あ、負けましょうか、騙せ、負けましょうかみたいなくだりあったじゃないですか。ありました、50回目ぐらいのくだりですね、ありましたね。勝ちすぎてると、まあそれで、まあその写真も偽造じゃないか、ありました、ありました、ありました。写真偽造疑惑も上がってきたわけじゃないですか、勝ち続けてるから。で、それで100回目ですよ。そう。この、ここに負けてくるっていう。なんて偶然だろうってね、本当に。いや、あれはちょっとびっくりしましたね。いや、負けましたね。もういいかなと思いましたね。じゃあ負けない。ブックメーカー投資じゃなくて、いや、あの日はだからそれこそ、はい、さっき言ったようにちょい負けるブックメーカー投資ですかね。違う、ほぼ負けないブックメーカーじゃあ本当にあの日は、はい、もうあんな日はないですね、はい、ベッドしてて、はい、全てが思い通りにいかないっていう日で、はい、もう本当に忘れないですね、はい、うん、だからまああの日多分へこんだんでしょうね、はい、全て動きがないからだから本来ならばそれこそあと4ベッドやれば勝てばよかったんですけど、はい、もうちょっと結構へこんで、あ、精神的にそうもういいかなと思ってもうマイナスでもいいかなと、そう、妥協した、でもこれはこれでちゃんと、はい、あの結果なんで、はい、うん、出さなきゃいけないなというところで出させていただいた感じですね、はい、なるほどね、うん、まあ今はまあ連日連よね、ほぼ全勝数、ね、それが普通ですからね、普通、それが普通ですから、うん、普通ですか、普通ですよ、じゃあだって勝てない人もいてるわけじゃないですか、そうだから勝てない人が僕本当わかんないんですよね、え、それでもじゃあ最近多いんですよ、はいはい、あの相談みたいな、あ、なんかね、そう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 、僕もいただいてますけど、いただくんですけど勝てない人の理由がわからない、わからないです本当に、でもそれはやっぱりそう、まあ、マインドももちろん含め、はいろ、はいろ、まあ、とまだね、たどり着いてないんでしょうね、たどり着いてないでしょうね、うん、いただきに、そうそう、いただきにそうですね、いただきにたどり着いてないといやだからもったいないだと思いますよね、なるほどね、で、なんかね、そう20ベッド、30ベッドしてる人もいるんですよ、はいはい、そう、1日にね、はい、そんなにいらないじゃないですか、それでもなかなか勝てないと、逆に負けますよね、まあでも、まあ、今4ベッドぐらいですよね、そうそう、だから僕は本当に少なければ少ないほどいいんですよ、まあそうですよね、そうそうそう、うん、それこそ、ね、前も言ったけどそのブックメーカーを、はい、その生活にがっつり入れちゃったらしんどいじゃないですか、まあそうですよね、だ、うん、から本当サクッとサクッとサクッと抜いて、ほんの一部にちょっとした時間でやれて、だって今日もあれですよね、今日も、まあ、対談動画撮ってるんですけど、うんうん、この対談動画の後に編集して今日の結果報告入れときます、あ、そう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 、はい、今日もあの、うんうんうん、なんかあのあ、そうですね、はいはいはい、なんかあの、はい、今日仕事は何やる？仕事は僕は今日有給かな。あ、仕事は今日何やられたんですか。サラリーマンですよね。今日は今日はなんかタクシーで言ってましたけど、美容院に行って美容院に行って、はい、パーマかけて、パーマかけて、色入れて、色入れて、カラー入れて、カラーかけて、カットして、3時間かかりました。3時間。はい。で仕事は終了。え、その美容院行くのが仕事、そうですよ、今日は今日はもうで、その美容院行ってる3時間の時に、うん、そうですね、その時ベッドしてですね、はい、ベッドして、はい、送らせていただきますなるほどね、はい、まあ、2月1日、まあ、1日なんでね、じゃあこれちょあのサラリーマンやってますちゃんと何をおっしゃいますよなだって今日の仕事なんか超サラリーマンですよ、待ってください、今日の仕事なんですか、何がですか朝ちゃんと会社に行って会社に行って出てから出てから病院行って帰ってきたんですどんなサラリーマンですか、いやでもね、あ、でもね、サラリーマン何年やってましたっけ、24年ぐらい、あ、24年今年25年ですね、25年やって上まで行くとそこまで行けると、はいはい、そりゃそうですよ、こういう若い人たちが働けばいい、ね、あ、じゃあ若い人たちね、若い人たちが、はい、どうも若造です、はい、つくばって頑張ればいいんですよ、はい、で上の人は美容室行くと、そうそうそう僕らがはいつくばってきた結果ですなるほどね、で下が憧れるそうそうそう、受け継いでいかないで、いやでも、ね、さっきね話聞いてたら、うん、若い時は12時過ぎまで、あ、そうそうそう、もうめちゃくちゃやりましたね、うんうん、でも、まあ、まあさっきもねちょっとお話ししてたんですけど、はいはい、九州いいっすね、いいっすよ九州最高ですね、いや本当九州最高ですよ、ちょっとイカ動画僕作るんですけど、イカやばいっすね、イカやばいっすよね、イカやばかった、いや伝わってよかったです、いや本当ね、これをねイカを伝えるのが本当大変、イカやばい、いや僕マジで感動しました今日のイカ、イカはね今日のイカ本当感動しましたね、多分見てる方はそうイカでしょって思ってるはずなんですね、そうそうそう、たかがイカか、たかが違うからね、いや本当にイカやばいですね、そう、それをね今どんだけ力説しても多分伝わらないと思うんですけど、イカでイカでますか、イカツアーしますか、うそうそう、イカツアーイカで行っちゃう、本当にイカで行けますね、イカで行っちゃう、行っちゃう、いやマジで今日のイカはうまかった、うまい、あの
本当うまいですよね。いやここを接待していただいて僕はね、もうとりあえずいろんな出てきましたけど、イカに感動しました。イカがやっぱ一番ですね。イカが感動しましたね。もうこんだけイカイカ言ってる動画ないですよ。イカうまかった。いや今回ね接待、あの負けたんで接待していただいたんですけど、まあ負けたっていうのはどうか、まあそうですね、負けたじゃん。負けました、負けました。これってあの次またあの1回負けたら、はい、あれですか。あもちろんですよ。また接待。もちろんもちろん。また接待。もちろんもちろん。あそうそう。いや今度イカで。もうイカでもいいし、大分の温泉でもいいし。あ大分の温泉ね、いいっすよね。温泉いいっすよね。大分の温泉。これ負けるたびにですね、まあ僕ね今回あのそうあれなんですよね、あのバス2500、そうそうそう、バス、はいはい、予約して2500円で来れる予定が1万かけて新幹線で来ました、はい。わざわざ来ていただいて、はい、まあまあまあ交通費は僕自腹で持ちますんで、はい、ありがとうございます。まあ、本当だったらその東京間と往復、まあ、本来ならね、本来ならね、そうですね、はい、その交通費も持っていただけるっていう話、はい、本来ならそうですね、はいはいはい、まあまあまあ福岡とね鹿児島近いから、まあ そこは多めに見て、でも今回の今回の接待はちょっとやばかったですね。いやまだ終わってないですかね。あ終わってないですか。この後何かあるんですか。どっか行きましょうか。あマジですか。まだまだあるんですか。まだあります。僕結構もう お茶で結構いっぱいいっぱい。だいぶ僕だってこんな一軒でおられたらね、そんなしょぼい話では。あ 2軒目あると。もあじゃあこの前あ、いいですよ、あそこですよ。あそこですか。あそこ、そう僕言おうと思ったんですけど、はい、キャバクラちゃいますからね。あキャバクラじゃないですか。あそこはまあまあなクラブです、はい、あクラブなんですね。まあまあなクラブ、まあまあなクラブ、まあまあなクラブ。あキャバクラちゃうんですね。いけます。黒子さんいけるないとこ。いや黒子さんいけないよね。いけないです。黒子さんレベルではいけないです。あそうなんですか、はい、じゃあまあまあなクラブ。まあまあなクラブです。あそこはキャバクラじゃないんですね。違います。だからキャバクラ、はい、クラブ、ラウンジ、スナックの差をちゃんと覚えないといけないですね。あ、はい、ね、そうだね。え、じゃあその差は何なんですか、うん、その差とは金額。まあまあ冗談で、その女性がその近くに横に座ってくれたりっていうのはやっぱりクラブなんですよ、はいはい、スナックは禁止なんで、はいはいはい、法律上ですね、はいはい、うん、でラウンジは横、ラウンジも横やね。キャバクラも横じゃないですか。キャバクラ、キャバクラもそう、OK ですよ、はいはい、キャバクラまでもやっぱりその金額的に全然違いますよね。あそのクラブとキャバクラの、うんまあ、運命の差ですね。運命の差、はい、じゃああそこ結構高いと。まあ高い、どう。私はもう例えなきゃいかない。そう、そう、そうやろね、うん、じゃあその25年サラリーマンで働いて、 あれはでも前回、はい、あの店だけで1本行ってますからね、はい、1本1本1本っていうのは1本ね。1本1本マジですか。行ってますよ。1本の意味が分かんないですけど1本ね。1本近く行ってるね。あれマジですか、はい、え、マジですか。え、マジで一本、はい、一本3人行ったじゃないですか。え、マジですか。あれ、一本行ってますよね。え、そんな高いんですか、はい、え、マジですか。クラブです。あだってキャバクラだって飲み放題5000円とかじゃない。そうでしょ。そんなんじゃない。あ、一本ってそういうことですか。そういうことです、そういうことです。マジですか。マジです、マジです。すいません、ちょっと。いや、そんな、いやいやいや。え、いいんすか。いや、もちろんもちろん。一本っすよ。一本。え、そんな高いんですか。あの時は、ちょうどほら、あの、はい、入れたもんね。キープというか、お金、あのお酒も入れたんで。え、マジっすか。そう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 。え、1本ってそんな高いっすね。びっくり。そう、もうキャバだってな、ぶっちゃけ言いますよ、あそこで着いたその長崎出身の、あのしゃくれしゃくれ、しゃくれ、はい、しゃくれね、はい、いや、あの子、まあね、黒子さんと盛り上がってましたけど、結構キャバクラの売りだったじゃん。あれは、あの子は、あの子ちょっとおかしいよね。あの子結構キャ逆に真ん中の子は良かった。あ、真ん中の良かった。そう、めちゃめちゃ良かった。だから、なんか僕も、そう、あの時に、うん、あのお湯割りウイスキー、そう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 、ね、お湯割りウイスキーを初めていただいて、はい、うん、僕の前にいた まあ、お姉様が、はい、ママさん、うんうん、そう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 、であの店はママが3人いるんですよ。え、なかなか変わった店で、ママ3人、そうで3人が競い合うみたいな。だ裏を聞くと結構面白いですね、あそこは、はい、いや僕はあの1本10万っていうのはまあまあそれぐらいしますね。なんかすいません。いやいや、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、まあ、いや僕はすいません、あのキャバクラの、どうしてもしゃくれが、しゃくれでも黒子がめっちゃ盛り上がってましたもんね。しゃくれの印象が強すぎて、そう、しゃくれはね、もうなんかキャバクラのノリ的な、あれはだからもう完全にそのお笑い系、はい、お笑い担当やね、あの子は。そう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 。いや、やっぱクラブとキャバクラ違うんですね。全然違いますね、それはね。いやちょっとびっくり。
くりですね。だから僕らがお客さんも接待するときにキャバクラをとてもじゃなきゃ連れていけないんで、ああいうところを、あ、いや、あそこ、まあでも僕のこっちはしゃぐれでしたけど、うん、こっちはやっぱ、まあ、まともな、まあ、サービスがやっぱ気配りがやっぱすごいなと思いますね、うん、これてまうやろみたいな気配りでしたね。そんな感じですよね。気配りがやっぱすごいですよね、うんうん、いろんなね店あるもんね、これもね、いっぱいあるもんね。いや僕あんま本当にキャバクラ嫌いだし、うん、そういうとこあんま行かないですよ。僕も嫌いなんですよ。好きか嫌いかしたら嫌いなんですけども、はい、ただお客さんをその接待でお呼びするときにああいう店を知ってないと、はい、きついんですよね。あ、まあそうですよね、うん、まあ、そっかそっか。逆に言うとああいうところに連れていけば、はい、女の子は全部やってくれるんで、うん、僕らは何もしなくていいんで、うん、なるほどね。だから黒子さんとかも店持ってるでしょ、何軒か。あ、あります、あります。安いゲのゲです。なるほどね。ゲのゲまで行かないと失礼やわ。いやいや、ちゃんと持ってます、ちゃんと持ってます、ね、はい、お店やってます、はい。だからまあ、それなんでね、ああいう店が成り立つかっていったらそういうことですよね。接待で使えるっていう。あ、そうかそうか、うん、なるほどね。ちょっとびっくりしました、うん、1本とは。1本なんです。1本1本1本取られましたね、もう。1本取られた。1本取られた。うまい。じゃあまだ僕ね、すみません、申し訳ないですけど、やっぱしゃぐれの印象が強いんで、ちょっとキャバクラしゃぐれがね。でもああいうね、ああいう人材もいるんですよ。必要なんですよね、やっぱりね。めっちゃしゃぐれてたからね。相当しゃぐれてますね。いや、あの顎の印象しかないもんね。そう、しゃぐれてるし、うん、長崎弁だし、なかなかファンキーだし、そう、もうね、ローカル話題ばっかりね。わけわかんない。だからもうなんかキャバクラ的な感じのなんか盛り上がりも見せてたんで、うん、だからああいうお店っていうのはママさんがその季節季節にいろいろ送っていただけるんですね、はい、だからお歳暮とか、あ、お中元とか、そう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 、そういうのもいただけるんですよ。普通はないですもんね。ないでしょうね、多分ね、うん、キャバクラはないよね、はい、うん、まあその指名もらってる女の子からはあるかもしれないですよね、はい、うん、なるほどね。まああの多分この動画見られてる方でサラリーマンの方もいると思うんですけど、うん、あ、まあ、そうでしょうね、あのサラリーマン25年、うん、はい、まあ、今も辞めてなく続けてますけど、はいはい、振り返ってみてどうですか、サラリーマン。いや、あっという間ですね。サラリーマン25年ですよね。25年です。はい、だいぶやりましたね。だいぶやりましたね。で、まだやってる。まだやってますね、証拠もなく。でも楽しかったのは、はい、やっぱり担当いっぱい持ってた方が楽しかったですね。この管理職になる前の方が面白かったですね。あ、うん、何でもできたで。いや、今も何でもしてるじゃないですか。いやいやいや、今日の仕事なんですか。今日の仕事、今日の仕事なんですか。今日は美容室。今日は美容室。会社に出社して。今日は美容室。そう。で、ある時はマッサージ。まあ管理職まで行くとね。そりゃそうそうそう。管理職の。夜があるんだから。そうそう。昼間は別にしなくても夜の仕事。夜の接待が。そうそう。で、僕らはあれですよ、残業代つかないですからね。ああ。そうそう。管理職だから。そういやいや、こっちもつかないでしょ。営業基本つかないですよ。あ、そうなんですか。うん、だからつく会社はいい会社だね。いい会社ですね、うん、この前でもそのいい会社のお客さんがいて、はい、もうびっくりしたんですけど、はい、あ、知らないでしょ。知らないです。全部つくんですって、残業代。あ、マジですか。そう、営業マンも営業か残業だな。そう、それ営業じゃないじゃないですか。だから飲みに行くじゃないですか、はい、それも当然つくし。そうで、自分のさじ加減じゃないですか、残業なんて。いや、景気いいっすね。言っちゃ悪いけどさ、能力がないから残業するわけでしょ。あ、まあ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 。でもそれは自分の、ただじゃあ9時までやりましたも、はい、自己申請で。マジですか。そう、言いたい放題じゃないですか。そう、やりたい放題ですね。俺もう入る会社間違った。相当もらえるみたいですよ。いや、相当もらえますよ。そう、え、それ申請すればもらえるんですか。そうっす。それやってなくてもやりました。そういうことですよ。だからそれぐらいなら別にいいよぐらいの。そう、マジですか。やばいっすよね。あ、景気のいい会社ってそんなのいる、あるんですよ。あるんです。びっくりした。なるほど、ね、まあでもね、そうは言ってもこうやってで多分残業されてる方がほとんどだと。まあまあそうでしょうね。でまあまあ、さっきちょっとお話したんですけど、はい、さ、今後やっぱり会社員はしんどいです、はい、これも決まってますからね。野村総研さんあたりが出してますんで。あ、野村総研が出してます。何を出してますか。例えば建築系だったら着工コストが確実に減る、はい、そのもう個数まで出てますんで、はい、2020年にはこんだけダウンして 30% ぐらいか、あれですね。な、 30% ぐらい減りますんで、もう、はい、ということは今製造業で作ってる工場は 30% いらなくなるってことですよ、ね。ああ、これやばいですね。やばいです、相当やばいです。やばいですね、うん。それこそその東芝さんとか、はい、まあ、それのが中小企業に来る感じですよね。あ、
なるほど、まあ、これからですね、本当に、まあ、2020年を皮切りに、うん、まあ、東京オリンピックが最高潮で、そうですね、一番、まあ、行って、ね、もう落ちるしかないっていう、うんうん、まあ、目に見えてますけど、そうですね、うん、だから今後やっぱ考えないといけないですね。本当にもう本気で考えないと、ね、自分のケースは自分で吹けるようになっておかないと。そう、本当そうだと思います、うん、だからまあいろいろな、まあ、その稼ぎ方があるわけなんですけど、うん、まあ、ブックメーカーはですね、まあ、本当に隙間時間にできるっていう。そうですね、まあ、美容室行きながらやってたんですよね。まあだって僕が切るわけじゃないですからね。そう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 、座ってるだけなんでね。座ってるだけだから、うん、ブックメーカーやって、そうですね、ずっと吉田さんの動画を見ながらと。ありがとうございます。音声ないけどこんな。大な。そうそうそう。どうですか、ブックメーカー、まあ、今やってますけど、自分、まあ、あの黒子さんが、はい、まあ、はい、掘ったんじゃないですか。そうですね、はい、自分がやると思わなかったみたいな、はい、そうですね、やってみてどうですか。はい、意外に、まあ、なんでしょうね、この僕テニスやってるじゃないですか、はいはい、テニスに結構ハマってますね。あ、うん、面白いですか。面白いです、やっぱそ選手なんか何も知らなかったんですよね、はい、知ってるのって本当にシャラポワとか、うん、錦織選手とか、うん、まあ、もう皆さんの一緒ぐらいだったんですけど、はい、やっぱ面白いですね、知っていくとですね。あ、選手の。そう、だから今年はちょっとテニスの試合を見に行こうと。あ、うん、あ、じゃあそういう楽しみ方もあると。まあ、結構ありますね、うん、なんならやろうかなと。テニスを、まさかのテニスをブックメーカーからテニスやっちゃうみたいな。そうそれぐらいハマってますね。それなかなか新しいですね、うん、意外にハマってますね。ブックメーカーからテニス始めるみたいな、まさかの。これ完全まさかですね。まさかの。そう。あ、でもまあまあ楽しみ方。いや、だからそんなお金はもちろん稼げるがいいんですけど、はい、それ以外に楽しみが結構あるなっていうことですかね。まあ見どころですよね。そう。あ、この前の全豪オープンも最後まで見てましたからね、僕。マジですか。あのライブ映像で、ライブ映像ただなんで。はいはいはい。そう。そうなんですね。そうなんですよ。だから衛星引かなくてもあれで見れるもんね。え、マジですか。そう。僕全くブックメーカーやってないですけどね。ですよね、まあ、そう、やるやる言うてね。いやね、なんか、まあ、まあでも上半身はやってますからね。そうですね。動画、もう動画大量に作ってるんで、動画撮ってる方が僕は面白いなって。すごいですよね、まあ、鹿児島に入ってからの動画の撮り方がもう尋常じゃないですよ。いやもうあそこは尋常じゃないですよ。いや、あそこは精神と時の場所ですから。まあ、精神と時の、なるほど、僕別にな、遊びに鹿児島行ったわけじゃないですか。まあ、そりゃそうですね。そう、精神と時の部屋でちょっと修行しようかなと思って。そうですね。あれ、1年ぐらい経ちますね。あ、もう1年経ちますね。ちょうど1年ぐらい。そう、ただ去年は東京半年ぐらいいたんで。あ、そうですよね、うん、そう、だから引っ越したんで、あの事務所鹿児島にかか、うん、構えたんですけど、なんか吉田さん東京ばっかりいるの。そう、それ結局だから家賃は払ってるけど、そのまま。そう、東京に結構おったんで。ゴキブリもね、結構。そう、ゴキブリね。僕の事務所のゴキブリ出たんですよ。マジですか。全く食べ物ないんですけど、一緒ですよ、だから。マジですか。え、ゴキブリ出たんですか。出ました。マジですか。食べ物ないのに。もうやりましたけどね。 あれはタオルでグッとキャン。いや、あれ僕びっくりした。で、この前、そうこの前鹿児島久しぶりにこう事務所戻ったら、こう扉開けたんですよ、はい、あれなんかおるぞ。そしたらゴキブリがこんなになってました。あ、もう食べるもんないしね。だから食べるもん餓死してこんなになってて。なかなかゴキブリ死なないですからね。死なないですけど、うん、だ基本的に自然死ないもんね。食うもないじゃないですか。そうですね、移動すればいいのにね。あいつらもね。お隣さんに行きたいです。なんか一応今回ゴキブリホイホイをかましてたんですけど、ゴキブリホイホイになんか入ってなかった。あ、入ってなかったですか。入ってなかった。なかなか気概があるゴキブリですね。そんなところで死ねるかと。そんなところで死ねるかと。まあ、さっき仮面さんともね、はい、話してたんですけど、はい、やっぱなんかそのネットでね、うん、まあ、ブックメーカーも含めてなんですけど、はい、なんか自分で稼げるこうスキルつけて、うん、はい、九州住もうぜみたいな。あ、もういいっすよね。いや、九州マジでやばい。いや、もう九州本当やばい。九州やばいっすよ、ね、マジで。全国で、はい、そのなんていうの、人口、はい、が増え続けてるのは九州が多いんですよ。あ、そうなんですか。そう、1万人ペースぐらいで増えてるんですね。だから何年か前にやっとなんていうか政令指定都市になったんですけども、はいはい、そのなる率がすごく速かったんですね、スピード感が、はいはい、うん、だから着順で増えてるみたいですね。
だから物価も安いし、うん、飯もうまいし、ね、だからここでやっぱ自分で稼げるスキルがあったら、うん、飯も安く食えるし、物価も安いし、ね、もう最強じゃないですか。だから東京はやっぱ高いじゃないですか。いや東京はアホですよ。だから同じ、まあ、さっきもね、はい、言ったけど同じ商品でもやっぱ東京高いんですよね。そうそうそう。だからこれ僕鹿児島で買いましたけど、ドラえもんね、トライアルでドラえもんですよ。これドラえもん1300円、これ結構ね人気あるんですよ。吉田さん、そのドラえもんのパーカー、ドラえもんパーカー売ったらどうですか。あ、そうですね。売れるんじゃない。トライアルで買って3年ぐらい売る。転売する。まさか。鹿児島のトライアルで買って。あ、でも面白いですね。いや、でも売れそうですね。いやいや、吉谷さんのというのがつけば上がるじゃないですか。あ、そうですね。あ、でそれ特典つけて、服に特典みたいな。そうそうそう、常に。服に特典。原価仕入れ1300円みたいな。で、1万で売るみたいな。でいけるね、はい、あ、それいいっすね、その、ね、それちょっとやってみようかな。じゃあ結構ね、トライアルね、いろいろあるんですよ。いくらでもありますよね。結構このね、アニメ系結構あるんですよ。ありますよね。僕ね、最初ガチャピンのパーカー買おうかなと思ったんですよ。トライアルって、はい、あれは全国九州、いや、あ、全国ある。全国あります。関東ありました。あります、あります。そうなんですね、はい、でも多分なんか九州の方が多くないですか。あ、トライアルめっちゃ多いです。そう、大分にもあったし、うん、なんか結構当たるところもいっぱいありますよね。トライアルありますよね、うん、安いですよね。そう、うん、でトライアルの服コーナーは結構、うん、あのこのアニメ系が充実してるんですよ、うん、そうそうそう。あ、そうか、関東もあるんですね。ただ関東のトライアルと九州のトライアル値段違いますね、うん、あ、やっぱそうなんですね。あ、違います、違います、ちょっと違います。でもあれ考えたら、多分作ってんのっておそらく中央じゃないんじゃないですか。中央ですかね。東京だったら運賃がかかるはずなんで、九州は高くないとおかしいんですよ。そうそう、これ話があって、九州沖縄っていうのは基本的に高くないとおかしいじゃないですか。持ってくるわけですから。あ、そっかそっか。でもイオンさんがそのルールを破ったというか禁じ手を立てて、東京だろうが沖縄だろうが一緒の価格にしたんですよ、はいはいはい、それが受けたんですよね。安く買えるっていう、はいはいはい、本来なら高くて当たり前ですもんね、はいはい、そのイオンがやりだしたんですよね。あ、イオンさん、岡田さんが。そうそう、岡田克也ですよね。なるほどね。そうそうそう。いや、でもね、家賃も安いじゃないですか。家賃安い、家賃安いですよね。いや、僕もあの、この前福岡来た時に、博多来た時に、その不動産のこのいっぱいあったんですけど、おいおい、あ、取ってましたね、あの後。そう、だから 3万とか4万台。そうそうそう。余裕で、めちゃめちゃ、てか3万4万台めちゃめちゃある。全然あります。めちゃめちゃありますよね。全然あります。え、しかも駅近で3万みたいな、4万とか。そうなんですよ。安っみたいな。いや、だから、あの1回来てもらった事務所あったじゃないですか。はいはい、あそこからもう今引っ越して、新しい事務所なんですけど、はいはい、駅からあれ、10秒ぐらい駅は10秒10秒ぐらい、はい、で4万ですよ。もうで、まあ、それぐらい 1K ですよね。いや東京じゃありえないです。ありえないですよね。そうですね。駅から10秒で4万、うん、バカですね。4万です。いや、じゃあね、あの、じゃあ渋谷とかから、うん、あ、まあまあ、まあ、そうそういうことですね。無理無理、絶対無理。30万ぐらいだ。そうでしょうね。だって徒歩、渋谷駅から徒歩10秒の物件あったら、そりゃそうですよね。30万っすね。でも同じ住むだけでなんかバカらしいっすよね。いや、僕思うんですよ、本当に、うん、本当に。いや、東京だ、さっきも話しましたけど、うん、そのジェットスターもあるじゃないですか、うん、その LCC の安いの、うん、だから東京遊びに行きたかったら、うん、ね、6000とか7000ですぐ行けるわけじゃないですか。行けばいいですもんね、うん、だから鹿児島からそのジェットスターで5900円ぐらいなんですよ、うんうん、安いですよね。いや、だから、うん、あれ新幹線、え、博多に来るより安いってことだよね。そうそうそう、そうですよね。そうそう、だって新幹線今回1万円ですからね。そうですよね。いや、新幹線1万円ですよ。なんかよくわからんですね、価値が。よくわかんない、だってで絶対何、鹿児島から東京の方が距離ありますよね。そらそらそうだ、当たり前ですよ、ね、当たり前ですよ、ね、当たり前ですよ、ね、なんで近場の博多に行くのに1万円で東京行くのに6000円やねんっていう。 LCC は完全にもう破壊しましたね。破壊しましたよね。あれは本当破壊ですね。それでもまだね、その有名な JAL さんとか ANA さんに乗る方がいるっていうのがすごいですね。いや、僕は信じられないですからね。僕はもう絶対ジェットスターしか乗らないですから。そうでしょうね。だって寝ちゃえば変わんない。変わんないですよね。いや、変わんない。ってか寝たらついてるから。そう、さっきも言ったけど、その日本で移動なんて知れてるじゃないですか。はい、そう。多分北海道沖縄で2時間半かそんなもんでしょ。そうですね。で、アメリカ行ったら本当に週から週でめっちゃ5時間ぐらいかかるんで、うん、あ、確かに。そう、それはね、LCC の辛さはあるかもしれないですけど、うん、日本はないですもんね。いや、だってちょっとじゃないですか。本当ちょっとですよ。と言いますもんね。だからそれぐらい我慢しようぜみたいな。まあ、本当そうですよね。本当そうですよ。1時間半も我慢できないだから、それ稼げねえぞと。まあ、本当その通りですよね。
だからまあ本当に僕は思うんですけど、その物価安いところで自分で稼げるようになって遊びたいときに自由に東京その安いので行けばいいんじゃないかなと思うんですけどね。本当そうですよね。本当九州いいっすよ。マジで九州うまいし、ね、安いし。僕ね、そうだから僕もともと名古屋なんですよ、はい、でこっちに来て15年ぐらいなんですけども、はい、まあ親はこっちだったんですけど、はい、だから家買いましたもんね、うん、よくて、うんうん、本来なら多分買わないですよね、うん、いや本当にね九州いいっすよ。いいっすわ。いやマジで九州いいっす。僕も全国いろいろ回ってますけど、まあ、鹿児島選んだ理由もやっぱ九州が良かったっていう。なんで鹿児島だったんですか。いや鹿児島はそうそうそう、あの物件を探、僕新築しか探してなかったんですよ。ああ、はいはいはい、新築物件で、まあ、福岡も探しました、はいはいはい、で新築物件でさらに東京にすぐ行けるように空港近く、あ、なるほど、空港近くで新築物件でって探してたらたまたま鹿児島があって。ああ、なるほどね。そう、縁もゆかりもなかった。いや、ないです、ないです。ですよ、全くないです。すっごいな、それも。それもすごいですよね。そう、だからその鹿児島空港は霧島にあるんですけど、うん、そのあ、この前行きました、僕。行きました。行きます、行きました。うん、だからその霧島なんですよ、僕も。なんか車で20分ぐらいで。あ、そうなんですね。車で20分で飛行場なんですよ。なるほど、なるほど。だバスもあるんで、一応。だからまあ、全然いいかなっていう。だ逆にその鹿児島空港と鹿児島市内が遠いんですよ。1時間以上かな。そういうことですよね。うん、まあその物件もあったし、その空港も近いし、うん、っていうことで選んだんですけど。いやだからまあ当初は多分なんでっていう話がめっちゃ来ませんでした。いやだいぶ来ました、ね、ですよね。めちゃくちゃ、だったら永久保存版の、うん、なぜ吉谷さん鹿児島に行くんですかっていう動画も撮りました。でしょうね。そうしないと大変ですよね。1年前撮りました。1年前めっちゃ来たんで、永久保存版で。そうそう、まあ、いろんな理由ありますよ。だからいろんな理由が重なったんですけど、まあでも、まあ、九州いいっすね。うん、あ、あれは独立されてすぐ？そうそうそう。やっぱそうなんですか。あ、そうですね。はい。うん、そっかそっか。そう。しかもなんか引き寄せの法則かわかんないですけど、うん、今の僕住んでる物件が新築なんですけど、はいはい、10月1日なんですよ。あ、そのオープンが。はい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 。もう誕生日なんですよ。あ。すごいですね。そんなことあるんですね。だからその賃貸契約書というか、あのあれに10月1日って刻まれてるんですよ。すごい。365分の1やな。そう、365分の1なんですよ。へえ。だから新築物件で新しく生まれた、そう、生まれ、もう本当生まれたばっかじゃないですか。僕生まれ誕生日一緒みたいな。すごいですね。そんなことあるんですね。そう。へえ。だからちょっとね、なんか感じますね、あそこの物件は。で、もともとちょっと違う物件探してたんですよ、うんうん、で違う物件を、あのもう不動産屋さんに電話してて、はい、違う物件をちょっと入ろうかなと思ってたんですよ。でそしたらなんか不動産屋さんから連絡があって、うん、すみませんと、今度はまだまだ非公開なんですけど、セールが来た、セールが来た、いいやつ行きますよみたいな。なるほど。でこれ風呂もでかいし、風呂もでかいし、デザイナーズ入ってるし、うん、めっちゃいいっすよみたいな。なるほどね。何個ぐらいなんですか。部屋は20個ぐらいですね。あ、結構ありますね。で、でも全部満室ですね。でも、あ、本当ですか。あ、満室満室です。で、やっぱでもデザイナーズなんで、4ぐらい、5ぐらい、4ぐらい、4万2000円。ということは4万2000円で、駐車場無料でネットも使い放題ですね。いや、でも、はい、そんな駅がめっちゃ近いわけでもない。いや、駅から徒歩20分、30分ですよね、はい、それ考えたら。そのいやでもそもそもその鹿児島ってまあ駅というかまあ車社会ですので、うん、あ、まあまあそうですよね、うん、関係ないと思うんですね。あ、なるほどね。いやいや、そう考えたらそれを4万円で20個ってことで80万でしょ、はいはい、80万円利益あるわけでしょ、はいはい、毎月毎月。それも結構すごいですね。いやだから僕はそれを体感したんで、うん、こう50から地方でデザイナーズマンションの4万円ぐらいの、いやマジですよ。だから言ってください。だから だってしかも土地めっちゃ安いし、この見てる皆さんにお伝えしたいんですけど、はいはいはい、建築物っていうのは本当にまんま買っちゃダメですからね。あ、なんですか。ダメです、はい、もう僕らは分かるんですけど、はい、原価全部分かってるんだけども、うん、あれを普通に例えば、例えばトイレを買います、はい、バスを買います、はい、キッチン買います、はい、普通の一般の人が買う値段と、はい、僕らはその何掛け8掛け2掛け80パーオフぐらい買えますからね。えぐいっすね。それぐらいの原価なんですよ。そう、あれをまともに買ってる人がめちゃくちゃ多いんですけど、はい、もし知り合いが近くにいるなら建築関係のお願いしたら話が早いです、はい、へ、
あ、じゃあ僕もしそのなんか物件系行くんだったらちょっと相談して。あ、もう全然行ってください。マジですか、うん、でやるんなら、はい、それこそ中古物件を買って、はい、リノベ入れて、はい、その中がこっち安くできるわけだから。あ、そこ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 そう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 リノベしてなんかおしゃれにすればいいですよね。そう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 おしゃれにね。あ、それいいっすね。そう、まあ、いくらでも回せますもんね。あ、そっかそっかそっか。実際僕まあ、いや、まあまあまあ内部事情ですね。なるほど。で、僕名古屋のマンションがあって、はい、そこは中古マンションのリノベ、はい、で、まあ、知り合い、はい、当然安くできたんで、はい、今人が住んでてその家賃に収入があるわけで、はいはい、それだけでも大きいんですよね。あ、じゃあちょっといいこと聞きましたね。だから本当建築はもうバカみたいです。まともに買ったら、うん、なるほどね。僕建てちゃおうかなと思ってたんですよ。建てるのもいいんですけども、はい、建てるのも安くできます。あ、じゃあ建てるときに知ってる業者さん次第みたいな。そういうことです。僕だ黒子にも言ってなかったんですけど、はいはい、1億8000万ぐらいのそれこそアパートを手掛けたんですよ、はい、1億8000万、うんはい、でそれを清酒さんがいて僕が返してゼネコンにさせたみたいな、はい、だから僕はその何パーセントもらったみたいな、はいはい、そういう仕事もできるんですね。へえ、いろいろやってますね。いろいろやってますね。いろいろとね。はい、まあまあこの、まあね、あ、まあまあちょっと脱線してますけど、まあとりあえず、酔っ払ってますね、そう、とりあえずブックメーカーやれっていうことで、そういうことです。うん、でも生活の一部にブックメーカー入れろと。入れましょう。入れましょう。入れておきましょう。まあブックメーカー入れられないんだったら僕みたいに動画大量にアップできるか。できますか？できます？できます？僕みたいにできます？できないでしょ？大変。じゃあブックメーカーちょっとやってね。ちょっとやってね。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないですかね、はい、まあでもね、いやそうは言っても吉谷さん、それ勝てるんですか、怪しいですっていう人いると思うんで、だ引き続きね、検証しまくりますから。それはもうずっといきますよ。そう、検証ね、検証し続けますから。あれね、僕よりも多分吉谷さんの方が大変だと思う。いや大変ですよ、ね、動画を起こす大変ですよ。僕はベッドしてあの加工値がまあね、分かりやすいようにして送ってるだけなんで。いや僕結構大変ですよ。やるなと思うけども、僕はやめません。はい、いや僕もやめないですけど、僕動画作り続けますよ。まあだからまあまあ。いやだからこれね、やってる理由は、うん、やっぱそのなんかまあその巷のブックメーカーを潰したいっていう。嘘だ。でももう100本超えてるわけでしょ。まあ100本超えてますね。そんな多分コミュニティ今ないもんね。ないですね。いやないですよ。だって。うんこれ なくないですか。毎日って毎日あれね、大晦日だろうが元旦だろうが送ってるわけですよね。ですよね。もう毎日ですよね、これ。毎日ですね。だあります？ないでしょう。で、もうここないです。だから100回超えてるってことは、はい、4ヶ月弱、はい、でしょ、はい、この4ヶ月弱で、はい、僕一番 LINE したの吉谷さんです。まあ毎回もらえますからね。毎日必ずね、スクショと。こんなね、嫁にもしないもんね。もう律儀に。そうそう。だからこれは何でやってるかっていうと、まあ、世の中のブックメーカーの情報が嘘だったりするんで、そうですよね、本物を伝えたいという気持ちで僕はですね、じゃあ本物を言っても信じない人いるんで、もうこれやりきって、そうですね、もう1000本でも作るぞ。あ、全然行きましょう。全然行きましょう。もうこんだけやってたら、これで信用しなかったらしょうがないですよね。それはしょうがない。それはもうどっか行ってください。そうそうそう。もう本当。てかやります。てかやってみてください。大変ですよ、毎日。あ、やってみてください、いっぺん。そう。ね、もう本当に大変だ。しかもね、前偽造疑惑ありましたけど、数百円ちゃいます。そんなん言われてですね。数百円偽造してどうすんのと。毎日僕するわけないじゃないと思うんですけども。バカかと。そう。ありましたね、偽造詐欺師ね、もうちょっと賢い。そう詐欺師ね、巷の詐欺師、もうちょっと賢い。いや賢いでしょ。そう、いや普通だったらね、普通の詐欺師だったら、まあ、ブックメーカーで1000万1億いけますよみたいな感じじゃないですか。プロモーションでね。そう、プロモーションで。そう数百円300円言うてますか。バカかと。バカじゃないのと。だ僕はですね、本当堅実的にブックメーカーを、まあ、私生活に出てちょこっとやって、まあ、未然にを稼ぐじゃないですけど、本当にいいですよね、うん、だからまあ節約してるわけじゃないですか、みんな、うん、そのお小遣いが。そうなんですよね。だからあの黒子さんもね、お小遣い1万円だったわけですよ。そうですよ、1万円ですよ、1万円ですよ。そう、だからそのお小遣いって今少ないと思うんですよ。 そう、だそこにプラスブックメーカーでちょちょっとやって5万とか6万とか10万とかね、上乗せできればいいじゃないですか。1日何分ぐらいですか。15分とかそんなもんですか。15分で10万とか上乗せできたらね、よくないですか。10万稼ぐのに普通に働こうと思ったら、はい、どんなもん。黒子さん、時給900円で。時給900円で、え、900円で10万
10万なんで100時間ってことは100時間でも9万円ですから。したな100時間働きます、うん、100時間、うん、まあまあありますよね。まあまあありますね、それが1日15分ですよね。そうそうそう、うん、まあどう選んでもいいですね。そうそう、だからまあ今後 の, その危機管理をどう皆さんが捉えてるかということですよね、うんうん、まあ、間違いなくその、企業はお金をこう出さないようになりますからね。まあ、本当に支出を絶対減らしますから。本当にもうオリンピック終わってもう下がるだけですからね、うん、そうです。もう本当にそれはあの僕らも会社からも言われてますし、あ徹底的にコスト削減、まああともうリストラとかしくしかない、ね、もうそれしかないですよね、うん、じゃあそのスキルがない状態でリストラされたらどうするんですかみたいな。お手上げですよね。だからもう本当に一人で稼ぐ力っていうのはないと、別にブックメーカーじゃなくてもいいんですけど、なんかもう一人でね、そうですよ、うん、もう稼ぐっていう力がないと今後。もう一つが、はい、今定年が日本は国は65歳までって言ってるんですけど、はいはい、そんなこと言われたって企業はそんなお金払えないんで、うん、やっぱり60なんですよね、うんうん、じゃあ60から74とか3ぐらいまでどうするかって話なんですよね、うん、あ、そうですよね。でそれは実際問題、やっぱほら結構警備員の方とかいるじゃないですか、うんうん、あれぐらいしかないんですよね。そうですよね。そうそう、そうで健康寿命っていうのがあって、うん、健康寿命っていうのはその人生寿命と違って健康に入れる寿命。あ、そうかそうかそうか。これは男で74とかそんなもん、あ、71かぐらいまでなんですよ。だってそして健康じゃなかったら働けないですもんね。そう警備員もできないですもんね。そうね。いやでもタッパできるでしょ。タップはタップはできる。タップはできるでしょ。もう見れて触れればできるわけなんで、まあだからそれこそ本当に動画撮れるスキルがあったり、うん、でそういうデジタルコンテンツ作れるスキルがあったら別に60超えてもできますからね、うん、まあまあやると思えばできますね。その流れがありますからね。だから今のうちもう本当に一日でも早く。そうですね、うん、本当に切に思います。そう、本当に一人で稼ぐ力っていうのを、うん、何でもいいんでつけた方がいいと思いますよ。本当に別に僕らじゃなくてもいいんで、うん、どこから学ぼうが関係ないんで、とにかくやってほしいですね。とにかく一人で稼げる力、自分のケツはケツ拭けるみたいなね、うん、そうなんかそれは持っといた方がいいんじゃないかなと思います、ね、だ僕も本当に今自由にやれてるのも、やっぱそのネットでお金を稼げるスキルがあるから。まさにそうですよね。もう自由にもう、もう今度大阪また今度行きますけど。ですよね。でも今日いっぱい荷物持ってたんですよ。大阪行かれる、ね、大阪行くんですよ。だからそれも自由にできるのもやっぱネットでこうできるんで。そうですよね。だパソコン1台と、まあ、これも iPhone で撮ってますけど、iPhone とパソコン1台で本当にどこでもできるよね、うん、そうですね、本当にね、うん、でまあそんだけの その通信もやっぱ上がりましたからね。そう、上がりましたね。そこが違いますよね、やっぱ、ね、昔と違ってね、うんうん、はい、ということで、まあ、今回ですね、あの1回負けましたんで1回負けたんでグイグイきますね。そう、1回負けましたから僕接待、今度ねまた負けたら、はい、また今度あのね、どっか行きましょうか。そう、接待していただけると、はい、今度イカ泊まりますか。いいっすね。泊まりましょうかね。あ、イカいいっすね。どっかね。イカ泊まる、うん、イカ温泉あるんですよ、ね、あります、あります。イカの町はすごいっすよ。イカの町なんでしたっけ名前。イカ呼ぶ子。呼ぶ子。呼ぶ子はね。呼ぶ子ツアーもありますからね。黒子。まあ呼ぶ子ほど価値はないかもしれない。いや、ちょっとぜひお願いします。ぜひですね。はい、まあ負けたらもうぜひそこで。はい、OK です。やりました。ということで結構長く対談させていただきましたけど、はいね、はい、引き続きこれ編集して、うん、今日も結果報告いただいてるんで、ああ、そうですね、はい、この続き今日の結果報告、はい、仮面さんが仕事をサボって美容室に行ってこうブックメーカーやってたっていう ね、 そ, うね、それでね上がってますからね、はいはい、では引き続き動画どうぞ。はい、どうも、吉谷です。やばすぎる仮面ブックメーカー投資の検証。お疲れ様です。サンキューベット結果報告です。2640円のプラスでした。今回は20ユーロ2600円でベットしたので、利率は 102%。本日楽しみにしております。わざわざ新幹線で来ていただき申し訳ありません。ということで、これですね。2600円でベットで2640。お、すげえ。102% ですね。すげえな。102% 出ました。利率 102% です。すごいですね。102%。はい。ということで、まあ、この動画まで行き着いてる方はですね、対談動画を見られてると思うんですけども、まあ、なんと、これを送ってた、これを、ベットしてた、4ベットしてた時間が、
なんと美容室でベットしてたという事実がございます。はい。どうでしょうか。まあもう前動画が結構長いので早く終わりますけども、昨日ですかね。昨日か。昨日、亀井さんにその対談して動画撮ってでいろいろと話してたんですけど、本当にですね、生活のまあそんなに無理なく資金無理なくお小遣いをまあちょっとちょいちょい抜いていこうみたいな感じでやってますんで、なんだろうな、なんかこの仮面ブックメーカーで生きていくとかそういうわけではなくて、お小遣いプラスアルファ3万とか4万とか10万とかあったらいいんじゃないのっていう程度でやってますんで、まあもちろんね、ブックメーカーで生活したいっていう場合は、まあ別途金額増やせばいいだけの話なんで、ただまあおすすめとしては別途金額を増やすとやっぱマインドが絶対持たないんで、まあ月10万ぐらい365からちょっとお小遣いいただこうかなぐらいでやってた方がまあいいんじゃないかなと思います。あとはまあ勝ちたいんだったら、勝ち続けたいんだったら、ルールを通りにやるということですね。まあ仮面さん、鷲津さんは1回負けましたけど、負けたんですけどもうほぼ勝ってますから、1回だけですからね、負けたの1日のマイナス出したのが。なのでまあ絶対負けないっていうことはないですけれども、かなりの確率で、圧倒的な確率で勝ち続けてるのは事実なんで、あとはこれをどう捉えていただけるかっていうところです。でいくらまあ、今回の発信が、この動画が119回、119ですね。119、119、まさかの119ですね。はい。その119、119といえば、110番ですね。110番じゃないわ。119は救急車か。救急車。だからブックメーカーで、勝てないっていう場合は、まあ、仮面さんのブックメーカーを真剣に勉強して、まあ、仮面さん、やった方がいいんじゃないですかね。119。119、仮面さんのブックメーカーおすすめします、はい、ということで、まあ近いうちにですね、まあ近いうちしか分かんないですけど、もうちょっとやってみて、まあ一回負けてますからね、そう言ってもだからもうちょっと検証動画撮ってって、まあ近いうちに、まあ仮面さんとセミナーやりましょうみたいな話もちょっとしてたんで、多分最初セミナーでご案内して、福岡とかでセミナーして、そう仮面さんのブックメーカーのですねセミナーやって、来ていただいた方にですね、まあノウハウとか、こうお伝えしていきたいなとは思ってますけど、多分インターネットでね、いくら僕が動画を撮ったとしても信用してないし、へーぐらいしか見てないと思うんで、まあセミナーに来て、セミナー来てまでもちゃんとブックメーカー習得したいよっていう方にですね、本物の情報をお届けしたいなと思います。もちろんウェブでも販売はすると思いますけど、まあ、基本セミナーがメインになると思います。はい。まずはセミナー来ていただいてみたいな感じですね。まあセミナー来れない人もいるのでウェブでもやりますけど、はい。であとですね、これはちょっと余談なんですけど、本当にですね、博多、今僕博多のカプセルホテルでこれ動画撮ってるんですけど、いや博多ね、ほんとね、家賃クソ安いし、博多飯めっちゃうまいですよ。だからちょっとね、今年もしかしたら博多に、わかんないですよ、まだ決定じゃないですけど、やっぱ福岡ねいいんで、ちょっと僕も最初は鹿児島行く前に、事務所借りる前に福岡も検討してたんですよ。で博多のまあ何個か来て物件とか見てるとクソ安いんですね。もしかしたら今年中に博多に物件一つ借りるかもしれないですね。わかんないですよ。まだ決定じゃないですけど。ただまあ仮面さんの事務所を使ってもいいよって言ってくれてるんで、仮面さんの事務所をね、借りさせていただいて、寝袋とか布団だけちょっと置かせていただいて、そうしようかなっていうのもあります。はい。まあちょっと今後ちょっと福岡に入り浸、まあ仮面さんとセミナーは結構やりたいなと思うんで、福岡には入り浸ります。では引き続きとりあえず検証の方動画撮っていきますんで、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。